お疲れ様です今回の真姫大学特別講義は男性の皆さんにちょっとねエールを送りたいと思います。特に40代後半から50代を過ぎた男性でどうもいまいちお金の不安がなくならないなとかね人間関係にどうもうまくいってないなズレを感じるなとかね自分の夢はいつ叶うんだろうかとかね自分の理想的な暮らしはいつ来るんだろうかと。 40になっても50になってもなかなか来ねえじゃないかよみたいな形でねお、お悩みの方に送りたいと思います。あの、やっぱね、あのー、今、こう自分の現状を全て突破して手に入れようと思ったら、インターネットの使い方、これがね、たけている必要があると思います。まあ、というのがね、インターネットの力ってのは、自分の力をね、10倍にも100倍にも1000倍にもしてくれるわけなんですよ。え私はね、例えばなんですけども、 あの、講演会活動して成を立てた時期があります。地域のコミュニティの雑誌とかにね、掲載していただいて広告料を払って、えそして人を集めて、その人を集めたところで、入場料3000円ぐらいのやつで、まあ、職員に関する衛生会とかね、講習会をやるんですよ。まあ、多い時には30名ほど来てくださるんで、1時間半の講義でね、だいたい9万円ぐらいになるんですね。で、広告費を2、3万お支払いして、 それから会場費を1万ほどお支払いするって感じで。まあ日当としてはまあまあいい感じになるんですけども、それをね、週に1回とか、2週に1回ぐらいしかなかなかできなかったんで、まあ月収としてはまだ不十分だったんですよね。まあでも、インターネットを使うと何がいいかっていうと、まずはね、インターネットの発信って無料なんですよ。何を使っても。この YouTube でもそうですし、メールマガジンでも SNS でも全部無料なんですよね。無料のところ、売り上げが上がったら全部利益になるわけですよ。 しかも、リアルでは30人集めるのが非常に大変だったんですけども、インターネットでは50人、100人、場合によっては1000人集めるのがそんなに難しいことじゃないんですよね。で、インターネットの中では、特に単価の高いものから順番に売れていくということがあります。もちろん、しっかりと信頼関係を構築しなければなりませんし、商品の説明をきっちりとしなければなりませんけども、でも、高いものの方がよく売れます。逆に言うと、無料とか無料に近いものっていうのは、 購入していただいても、手に取っていただいても、無視される可能性が非常に高いんですよ。皆さんどうですかね ?1000 円とか、500円とか、0円で受け取ったもの、しっかり吟味しますかねでも逆に、10万、30万、50万のもの、しっかりと見るんじゃないですかね。まあそのぐらい高いものに対する信頼の方が厚いのが、そのネットの世界なんですよね。まあもちろんリアルな世界でも高いものの方がよく売れるっていう現象はありますけども、まあでも、インターネットは顕著です。ですんで、 やっぱり年齢を重ねて、何とか一発奮起しようと思ったら、インターネット、この利用方法に、まあ、たけている必要があるかなと思います。テクノロジーに合わせた自分になるってことですよね。例えて言うとね、せっかく自動車ってものが発明されたのに、自動車に乗らずに自転車とか、もっと言ったらね、こう、カゴですか、江戸時代の。カゴに乗るようなもんなんですよ。コストもかかるし、あんまり遠くにも行けないでしょ。乗り心地も悪い。でも 車を買うことによって乗ることによって現代のテクノロジーに乗ればまあスムーズに移動ができたりとか安全に快適にその移動を楽しむことができるってことになりますはいそしてねダメになってしまう人の特徴っていうのはね最近の例をちょっとねこう考えながら2つほど紹介したいと思いますけどまず1つはね、まあ、続かない人ですよねうん何かというと続かないんですよ だったら、なんで始めたのって話なんですけども <laughs>。あの、そもそも、本業ってものがあって、そこが危ない。これじゃダメだと思うから、ネットの世界で、いわゆる現代のテクノロジーのした、流行りのビジネスをやろうと思ってるわけですよね。これはすごくいい選択です。でも、流行りのテクノロジーに自分の能力が一致するまで時間がかかるわけですよ。特に柔軟性があれば、ピタッと最初からハマるんですけども、そうじゃない方が、やっぱね、 戸惑ううと思うんですよねただ言うてもビジネスですからねきちんと集客して商品作って販売すれば売れるわけですよでそれっていうのは別にリアルのビジネスもやってることですからでリアルでやってることをそのまんまネットのテクノロジーを使ったところでやればいいだけなんで例えば YouTube の効果的なサムネイルの書き方とかねタイトルの付け方とか動画のアップロードの仕方っていうのはどうすればいいのかとか特に編集の必要はないんですけども 編集をすることが求められている人は、まあ、編集の上手なやり方を覚えないといけないと思いますね。それから SNS でもそうです、まあ。メールマガジンというのは登録していただかないとご覧いただくことができないんで、SNS の方が効果が高いと思いますけども、Twitter でもね、発信が人の目に止まるようなことをしてますかとか、アイコン画像はちゃんとそれ適正ですかとか、ね、いろいろあるわけですよ。その他、Facebook もあります。Facebook なんていうのはね、ものすごくいい SNS ですよ。 ここで売り上げをまず売ることを考えるべきだと思います。例えば、月に5000円とか1万円を目標にしてやってみたらどうですかね。月に5000、1万円売れないですかね。これは道を行く人を捕まえても売れるような金額のレベルだと思いますけども、どうでしょうかね。まあそういうふうにして、インターネットを使っていきなり生活費を稼ぐんじゃなくてね、まあ、大体1万とか2万、3万、5万、5万、10万のあたりから狙っていくんですよ。そして徐々に この先はもうないなと思っていた本業ですとかね今までやってきた仕事から徐々に転職していくっていう形です、ね、リアルな転職活動でも辞めてからハローワークに行かないんですよねこれ下手な人の就職活動です大体転職する人って次が決まって辞めたらこっちで受け取ってもらえるっていう風な契約した後で変わっていくんですよねいわゆるヘッドハンティングってやつですだからヘッドハンティングされてもないのに転職ってのはかなりきついと思いますよ で、インターネットの世界に入っていくってことは、インターネットのどのテクノロジーに、まあある意味ね、自分をヘッドハンディングしていただくかってことなんで、自分が社内で事務作業っていうのかなあの、会社の中のばっかり作業してる人っていうのは、多分自分処理能力に長けてるはずなんですよ。要するに文章を書くのとかが上手になってくるはずです。そしたらその力を持ってウェブライターになっていけばいいんですよ。でそうじゃない道を選ぶと、さすがにきついと思います。あと営業職の方、営業されてる方っていうのは、 うん、これ YouTube 向きですよね。その営業のトークでもって YouTube のトークをそのまま使っていけばいいと思います。うまくいきそうでしょう。いや、本当にこれでうまくいくんですよ。それから、自分は人を育てることが得意なんだとかね。それから、会社の経営管理、いわゆる軍事。ね。指示をするのが得意なんだって方は、ぜひね、インターネットビジネスの世界に入って、マネージャーをやればいいと思います。そして、自分の必要な人材を雇っていくってことです。 何か表現をする人を雇う商品を作る人を雇うもしくは長期的な雇いでもなくてもここならとかねあのマッチングサイトでビジネスのマッチングサイトであの依頼をすればいいわけですよそうするとかなり安くスキルっていうのは手に入れることができますで徐々に専任契約をすればいいと思いますしねだからマネージャーが得意だと思ったんだったらそういう道もあるわけですよまあつまり今の会社で十分な力を発揮している部門があるんだったらそのまま横滑りできるってことなんですよ それがですね、営業職をやってる人がウェブライターをやろうかと思うとちょっと苦労するんですよね、うん、人材育成とか人事管理が得意な人が営業しようとするとこれまた、うん、こける可能性が高いんですよですんで自分はどのポジションでネットビジネスで成果を出しやすいかってことを自分なりに見極めていくもしくは見る目のある人にコンサルしていただくってことが最初の入り口になると思いますビジネスのノウハウを覚えるのはその後なんですよそこを勘違いしない方がいいかなと思うっておことですね あと一つはね、信頼関係ですよね。信頼関係を果たすにはどうすればいいかというと、やっぱりね、密に連絡を取ることです。特に信頼してくださった方には、私はあなたの信頼に応えたいんですよということをね、しっかりと伝えていくことですよね。そしてその人が、自分を信頼してくださった人が、期待してるだろうということを先回りしてやることです。少なくとも、自分は体が弱いんで、もしくはちょっとうつの症状があるんであんまり仕事ができませんというふうに、 うん、信頼ををぶち壊なないここととすするでよね、うん、やっぱり自分の体が傷ついていてもお客様の信頼取引先様の信頼は壊さないぞっていうような気概は見せていくことが第一だと思いますしそれが信頼に応える道だと思いますんでね私はそのように考えていけばいいんじゃないかなと思いますねじゃあ本日は以上でございますお疲れ様です